島田幸四郎の演技は遠くて難しい構成に臨む最終滑走者、優勝候補の一角を担っています友野一希です。去年は怪我で欠場した山本翔太の代役で世界ジュニアに出場、今年はこの全日本ジュニアを制して自らの手で掴みたいところ。パリのアメリカ人、大技が決まれば自分らしい演技ができると話しています。その大技、4回転のサルコに挑戦しました。アクセルからのコンビネーション、トリプルアクセル、ダブルトーループ、高さがありましたね。トリプルフリップ、トリプルトーループ、トリプルアクセル、ダブルトーループ、観客からも手拍子、表現するのが上手だなという印象を受けますね。ノーミス時代から観客を乗せるのが非常にうまいこの小物のステップ、トリプルループ、引き込んでいきます。フライングからの足換えのコンビネーションスピン、友のワールドへと引き込んだ4分間でした。さあ得点が出ました。フリーの得点は 136.08、 そして総合得点は 207.85、 ただ一人200点台をマークして最終滑走、友野一希、全日本ジュニアフィギュアスケート選手権見事
初制覇を成し遂げました。ありがとうございました。